友赤井は東京都葛飾区金町に本部を置いている宗教法人である。グラから派生したとされることが多いが誤りである。教祖、堀田ナ成は法友というグループを作り独立。1985年に宗教法人となり、友赤井と改名。現在に至る。聖道という宗教を布教している。信仰対象はインド神話に登場するクリシュナである。 インド神話においては、クリシュナは、ビシュヌの化身とされるが、この宗教では、クリシュナが、最高位の神であり、ビシュヌより上であるとされる。また、バガバットギーターを、史上史クリシュナが直接伝えた聖典として、信者は、堀田氏による、この聖典の解説を中心に教義を学んでいる。日々の実践行としては、心を空にして、純粋に自己の心の平安イコール神との調和を、 願うとともに、遠征の友の平安も記念する、巨神の祈りを絶やさないこと、想念、言葉、行為を正す、三回を神に捧げることをもって、この信仰の柱とされる。祈りと三回を車の両輪に例えられる。仏教やモーゼの十回、キリスト教、ヒンドゥー教などの教えを、巨神の祈りに肉付けしたような教えとなっている。これは、それらの宗教は、 それぞれの地域に合わせて解かれたものであり、根本は同じである、とするためである。人間の意識活動の段階については、精神界、相対界、欲界という言葉を用いる。これは、ヒンドゥー教におけるサットは、ラジャス、タマスという物質の持つ三性質に相当する。それぞれに、上段、中段、下段があり、精神界の上段が最も上となる。死後は、 生前の意識が主に位置していた、具痴性に応じた世界に移行するが、最上段に移行したとしても、仏教の六道輪廻の天井と同じく徳が尽きれば、現世に舞い戻るため、魂がこれらの具痴性を超えて、物質の束縛から下脱することを目標として修練する。それは完全な自力により達成することは不可能であり、 国性をも支配する、至上主クリシュナに、自己の魂の救いを選択し、地上におけるミクチーの行為をひたすら神に捧げる、奉仕に専念する。その信愛と奉仕業に応じて、自然に内なる英知が開かれ、おのずと魂の帰るべき道筋が明らかとなり、安心実名が与えられると説く。終始一貫して、神と個人ということが強調され、信仰は神と集団。 神と団体ではないと繰り返し説かれている。法とも覚悟の冒頭に以下の祈りが記載されている。史上主の栄光が地に満たされますように天上の父よ我が心に光をお与えください安らぎをお与えください遠征の共に光をお与えください心に安らぎをお与えください法とも覚悟の後半に以下の心得が記載されている。1、会員は宇宙の一切に 光と調和を与えている、史上史を信ずる、聖道者と、その信仰者を指して言う。一、会員は、過去、現在、未来を通じて説かれていく聖道の真理を柱に、調和の道理を実践していくものである。それゆえ会員は、史上史との約束を果たすべく、自己の完成と社会の調和を目指すため、巨神の祈りと参回を守り、日々の生活の中で努力を重ねていくものである。 1. 1会員は、互いに尊敬を持って啓蒙し合い、人を自らを見ていく心を育てていくものである。1. 会員は、一人、数との心の安らぎと、環境の調和を目指すものであって、それは、家族、仕事、交友を通して実現し、社会の調和に役立てるものである。1. 会員は、主と個人の信仰の絆を強め、高めていくものである。それゆえ、 会の集まりは、三人よればそこが教会というように、個人の市場主への信仰を高めるためにあるもので、会が、その信仰を阻むものではない。一、会員は、市場主の子として、主に献身し、奉仕の実践を通して、自分を愛し、人を愛し、いささかも他をそしったり、抽象することは慎まねばならない。一、会員は、その調和の理念を忘れ、 会員相互に不安と同様を与え、不調和をもたらす者は、除名される。除名されても不服は言わない。他、2001年6月に、比叡山延暦時代霊園内に、聖堂尺堂墓所という信者のための墓所が設置され、同年11月22日に海岸式が行われた。ただし、分骨もしくは位牌のみを収める形となっている。ありがとうございます。